皆様、こんにちは。VisaJP カナダ移民コンサルタントの白石です。えー、今日は8月15日です、えー。夏も終盤になってきました。えー、で、えーと、夏はね、あんまりこう動きがないのがカナダの政府のなんか動き、いつもの毎年の動きなんですけど、えー、と今回は。 ニュースが一つ新しいのが上がっておりますので、こちらの方をご案内します。といっても、ニュースとしては非常に短い、端的なんですけど、えーと、アルバータ州ノミネーションプログラムで新ポイント制度がスタートしますよというニュースです。で、えー、とアルバータ州のノミネーションプログラムは、あのー、えっ、ー、とね、6月に まあ、2月ぐらいに、もうすごくあの申請がいっぱいになっちゃったから、一時申請,を申請受付をストップしますよっていうニュースがあり、でその後えー、1ヶ月に1回だけこう申請を受け付ける日を作りますよっていうのがあったの皆さん覚えてらっしゃいますかで、えーと、今までね、今8月でしょ、それで今までこの6月と7月やったんですけど、 これはもうこれはもう大変なあの作業でした。というのはこれ100ちょっとぐらいしかあの毎回あの受け付けないんですよ、人数をね。それなのになんかログインというか申請しようとするともうあなたは1万番目ですとか出ちゃうんですよ。でもうこれはどうしようもない、もう何しろあのその枠の数に対して あの申請しようとしてる人が多すぎてもう,なんかもう話にならないという感じの状態でした。で、えー、とこれね、だからうちにもあの弊社にもあの申請したいというお客様がいらっしゃるんですけど、あの毎回もう6月12 11日にもその大混乱の中、まあ、申請を試みてあ、ダメでした、枠には入れませんでした次の7月もまた。 試みて枠には入れませんでした。残念でした。っていうのをうわあと5回もやるのか年内はって思っていたんですがあのその大混乱はもうものすごいブーイングであの私たちがこうあの、えー、所属している KPIC っていうあの 移民コンサルタント連盟みたいなのがあるんですけどもそこでからもう,もう文句を言ったわけですこれはないんじゃないのってあのさすがにこのやり方はどうなのっていうのを言ったわけですねであの、まあ、その結果っていうかその私たちがみんなで言ったからっていうわけでもないんだとは思うんですけれども結局そのやり方はもうやめますと。 ああよかったっていう感じなんですけど、あのそのやり方はやめて、で新しく、えー、とポイント制度を導入しますよ。で、これは9月30日からですよっていうことなんです。で、それしか今のところはあのー、発表になっていないので、 じゃあ、どんなポイント制度なのとか、それに伴って少し申請条件が変わるのだろうかとか、そういったところはまだ何も発表になっていないんですね。なので、ちょっと、あの、 読めないというかあの、今まで申請しようと思ってた方が皆さんが申請できるのかどうかとか、まあ、あの申請というか登録ですね、できるのかどうかとかがちょっと分からないんですが、その発表待ちです。で、あのまあ、アルバータ州の方は、どうだろうあの、エクスプレスエントリーは皆さん聞いたことあるかな、エクスプレスエントリーみたいな感じだのシステムなんですよね、このポイント制というのは。でアルバーー州のノミネーションプログラムで だけ、えー、考えてらっしゃった方はそのシステムにあんまり馴染みがないかもしれないんですけどあの BC 州のノミネーションプログラムはもうずいぶん前からこのポイント制度だったんですね。でポイント制度っていうのはあの要するに申請したいなと思う人が、えー、と申請を、えーまあ、申請条件を満たしますそしたら、えー、まずは登録します。 まずは州政府のシステムに登録をします。で、えー、登録をしたら、えー、登録した人の中から、登録した人全員にこう点数がつきます。で、あなたは、何て言う、まあ、このポイントシステムもどうなるかわからないんですけども、例えば、えっ、ー、と、 えー、BC 州だと200点満点の中であなたは、えー、95点ですよとか110点ですよとかこう点数がつくわけですね。で、えー、と何に点数がつくかも州ごとに違うので、まあ、オンタリオ州もねこういうポイント州ポイント制度オンタリオ州の、ね、ノミネーションプログラムもやってます。で、えー、と BC 州とオンタリオ州はまた全然違うやり方だしで、あのーまあ、何と何に点数がつくかわからないんですけれども、まあ、大概の場合、えー、と学歴 職歴、英語力ぐらいは必ずつくかな。で、それ以外にも点数がつくかもしれないです。で、そういう点数をつけて、あなた,たちは何点よっていうのが出ます。で、その点数が出たらあの、えーと、登録してる人の中から点数の高い順に、はい、あなたは申請していいですよというレターが、えー、州政府から来まして、そのレターをもらったらし申請ができますよという、えー、システムです。で、このシステムだと混乱は起きない。その えー、早いいい勝ちでででははななの,であの混乱は起きないです今までの6月7月にアルバータ州がやってたのは早い者勝ちなので何しろもう殺到してしまって、えー、もうあの100倍とかの倍率の中殺到してしまって大変でしたという状態だったんですけどそれはなくなりあのなので、えー、急いでやる必要はなく、まあ、落ち着いてちゃんと、えー、登録をしてで、えー、点数の高い人から順番に 番が回ってきますよというそういうううそシステムですで、えー、とただそれ以上のことは分からないのでまた、えー、アルバータ州からあの発表がありましたらこちらに掲載しますのでそれを皆さん今しばらくお待ちくださいという、えー、状態です。